プリゴジン氏の死後、ワグネルは我々と共に働く。ベラルーシ大統領の野心。ベラルーシ大統領の軍事的活用示唆で、NATO 東部戦線に緊張を走る。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏が謎の飛行機墜落事故で死亡したが、ワグネルの戦闘員たちを地獄に連れてきたベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領は、依然として彼らを軍事的に活用するという野心をあらわにしている。ルカシェンコ大統領は25日、自国のベルタ通信に、ワグネルの戦闘員たちは生き延び、今も生きており、誰が望もうが望むまいがベラルーシで暮らすとし、私たちはプリゴジンと共にワグネルがここでどのように機能するかに関するシステムを作ったと主張した。ルカシェンコ大統領は西側メディアが報道したワグネルの戦闘員たちによるキャンプのテント撤去写真について、ある人は休暇を取り、ある人は郊外に住むことにした。テントはそれほど多く必要ではないとし、しかし私たちは彼らの電話番号と住所を知っている。グループの核心はここに残っていると強調した。また、必要ならば数日間最大1万人の人々がここに留まるだろう。とし、私たちがこの軍隊を必要とする限り、彼らは私たちと共に暮らし働くと述べた。さらに、ベラルーシの軍人はワグネルの戦闘員たち、特に特殊部隊の戦闘員たちの経験を積極的に吸収していると明らかにした。これに先立ち、ワグネルの戦闘員4000から7000人余りは6月、プリゴジン氏の武装反乱が失敗した後、ベラルーシに移動し、法人として登録された後、訓練を行っている。23日にプリゴジン氏が乗ったとされる飛行機が墜落した2日後の25日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、非正規軍を含め、すべての軍事任務を遂行する人々に、ロシア連邦に対する忠誠を誓うことを義務付ける大統領令に署名した。事実上、ワグネルを直接管轄権に置くための措置とみられる。このような状況でベラルーシと直接国境を接している NATO 東部戦線のポーランドとリトアニアも状況を綿密に見守っており、緊張感に包まれている。24日、ポーランドのマテウシュ・モラウエツキ首相はワルシャワで開かれた記者会見で、プリゴジン氏の死亡について、ワグネルの監督権はプーチン大統領に直接渡されたと警告した。モラウィエツキ首相は、脅威がさらに大きくなるのか小さくなるのか、私には答えがわからない、終始的な質問だとした上で、ロシアとベラルーシと国境を接する国々を不安定にしようとする挑発、脅迫など多様な種類の攻撃道具として、ワグネルが以前より多く、あるいは以前と同じ程度に使われるだろうと見通した。リトアニアのギタナス・ナウセダ大統領も、プリゴジン氏の死亡で変わったことはないと強調した。AFP の報道によると、ナウセダ大統領は、私たちはプリゴジンの死が私たちをさらに落ち着かせたり、安保状況を改善させると考えてはならないと述べた。ワグネルの目標の一つは、NATO 東部戦線一帯の状況を不安定にし、挑発することだというのがナウセダ大統領の主張だ。25日、リトアニアのアルビダス・アヌシャウスカス国防相も、ベラルーシの国境地域を訪問し、現地メディアに、すべてのプリゴジンは、新しいプリゴジンにとって変わられるだろうと述べた。一方、プリゴジン氏の死亡4日目である26日、ロシアの都市のあちこちにプリゴジン氏を追悼する臨時空間が設けられ、多くの市民が献花した。サンクトペテルブルクのワグネル本部前に設置された追悼空間には、ロシア市民が続々と足を運んでいる。モスクワの中心街でも、市民たちが彼の写真と横断幕が設置された臨時追悼空間を訪問している。プーチンの私兵集団、ワグネル、最高幹部丸ごと壊滅？今後どうなる？イギリス国防省、ワグネルグループに深刻な影響。
イギリス国防省は2023年8月25日金曜日、ウクライナ紛争の状況に関する分析を更新。8月23日水曜日にロシアの民間軍事会社ワグネルのビジネスジェット機がロシア国内で墜落した件について、ワグネル創設者のエフゲニー・プリゴジン氏が死亡した可能性が極めて高いと明らかにしました。墜落したビジネスジェット機はブラジルの航空機メーカーエンブラエル製で、8月23日にモスクワとサンクトペテルブルクの間に位置するトベリ近郊に墜落しました。6月23日に起きたワグネルの反乱からちょうど2ヶ月後のことでした。ロシア当局はプリゴジン氏を含む乗客10人全員が死亡したと主張。プリゴジン氏だけでなく、部隊を指揮するドミトリー・ウトキン氏と兵站責任者のバレリー・チェカロフ氏も死亡したとしています。イギリス国防省はプリゴジン氏は周到に安全対策を立てることで知られており、墜落した機体に同氏が搭乗していた決定的な証拠はないとしながらも、死亡が事実であればワグネルグループに深刻な影響を及ぼすと分析しています。またプリゴジン氏のように並外れた大胆さや残忍さなどを兼ね備えた後継者は一人もいないと指摘。今回側近も死亡したとの報道により、ワグネル指導部の空白はさらに悪化すると推測しています。ちなみにワグネルは民間軍事会社であるものの、ロシア軍が装備する T-72 戦車や装甲車など重装備も保有していました。6月の反乱を受けてロシア国防省は、反乱収束後にワグネルが持つ重装備をロシア軍に移管すると明言しています。さらにイギリス国防省は8月初旬の戦況分析で、プーチン大統領がロシア国家親衛隊の重武装化を許可する法案に署名したと発表。政権の安全を確保する組織としてロシア国家親衛隊へのリソース投入を増加させていると指摘していました。プリゴジン氏死亡前のインタビューで、飛行機空中で分解するだろう。飛行機墜落事故で死亡したロシアの民間軍事会社ワグネルグループ創設者プリゴジン氏が生前に運命を予想していたかのようなインタビュー映像が話題だ。ロイター通信が26日に伝えたところによると、ワグネルが運営するテレグラムチャンネルグレーゾーンは、最近プリゴジン氏が自国の軍事ブロガーと行ったインタビュー映像を公開した。この映像は4月29日に公開されたもので、プリゴジン氏はロシア軍指導部と長期にわたり摩擦が起きていたことと関連し、国防省が真実を語る人々を追い出しており、ロシアが近く災難に直面するだろうと警告した。映像でプリゴジン氏は、今日私たちは沸点に達した。私がなぜこのように率直に話しているのか。私はこの国でずっと生きていく人たちの前で、そのような真実を隠す権利がないため、と話した。特にプリゴジン氏は、私は嘘をつかない。ロシアが災難直前にあると率直に話さなければならない。もしこの歯車が今日調整されなければ、飛行機は空中で分解するだろうと言及した。ロイターは、プリゴジン氏が飛行機事故を連想させる発言をしたことをめぐり、彼の運命に対する各種仮説がオンラインに溢れていると伝えた。グレーゾーンの映像には、彼の死因を推定する数百件のコメントが寄せられた。あるネットユーザーは、彼は知っていたとして、プリゴジン氏が航空機事故による死を予感していたものと主張した。他のネットユーザーは、今回の墜落事故がロシアのプーチン大統領の仕業だと主張しながら、これを理解しないようにするならアメーバにならなければならないだろうと話した。プリゴジン氏が依然として生きているというコメントも続いた。ある投稿者は、プリゴジン氏が飛行機墜落事故当日に空軍総司令官を解任されたスロビキン氏と共にジャマイカでピナコラーダを飲んでいると見るべきと書いた。ロシア大統領府はこれに先立ち、
プリゴジン氏の死の背後にプーチン大統領がいるという推測に対し、完璧な嘘と一蹴した。ロシア連邦捜査委員会は27日に声明を出し、23日にモスクワ近郊トベリで墜落したジェット機事故犠牲者の遺体に対する DNA 検査の結果が出たとし、プリゴジン氏の死亡を確認したと明らかにした。